日本鹿児島県鹿児島市春日町春日町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下春日工事町、鹿児島市春日工事町。郵便番号は892-0804。人口は1074人、世帯数は523世帯。春日町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市中部、稲荷川下流域に位置している。 町域の北方には、池上町、北方から東方にかけては、清水町、南方には、浜町、柳町、西方には、大流町がそれぞれ接している。町域の南端を東西に、国道10号が通る。町域の中部には、薩摩藩市で、第一次、伊藤内閣において、初代文部大臣となった、森有則の,の誕生地があり、石碑が設置されている。 春日町という町名は、町域内に鎮座する春日神社に由来する。江戸時代の春日神社、春日神社の裏の通り付近には、縄文時代の遺跡である春日町遺跡がある。春日町遺跡からは、縄文時代前期頃のものと見られる土器が1962年と1963年の調査の際に発掘されており、東部で蕾まり、公園部に向けて広がりながら公園端部で蕾まる。 形状をした土器は、カスガ式土器と命名された。カスガ式土器は、瀬戸内地方に多く分布する、船本式土器と同様な形状であり、南九州を中心に出土している。安ン2年に、長谷橋が薩摩に入国した際に大和国カスガ里の、カスガ大社より分子し、カスガ神社が創建された。鹿児島古社の内第四にあたる。江戸時代の薩摩藩の知主である。 三国名小杖には、春日神社について、下記のように記述している。春日大民神社坂本村にあり、竹見和地の命、平、つ主名、めの小屋根の命、姫大臣の四座を奉仕す。聖祭11月24日、本社大和国添上郡春日号春日神社にして、鹿児島御社の、第四都神上政霊にして、和光を輝かす。諏訪大宮寺島神社の祭祀を兼ぬ。 西久し院別トーたり、三国名小杖巻の三股、1688年頃の、現在の春日神社付近には五泉守や、船玉神社が置かれていた。江戸時代には、鹿児島近在坂本村のうちであり、天保上海図によれば、春日工事には、武家屋敷が立ち並んでいた。明治時代の初期頃に、鹿児島郡鹿児島近在坂本村から分割され、 鹿児島城下のうちの春日ガ工事長として設置された。明治時代初期の春日ガ工事長は、氏族が平民より多く居住しており、武家町であった。1889年に市政が施行されたのに、伴い鹿児島城下47町及び近在の三村の区域より鹿児島市が設置され、それまでの春日ガ工事長は、鹿児島市の町、春日ガ工事長となった。 1899年1月9日には、町名の解明が行われ、春日工事長より工事を取り、春日町に解消した。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1967年11月1日に、上町地区の一部において、住居表示が実施され、 住居表示の実施に伴い町の再編が行われた。鹿児島市柳町の一部を春日町に編入し、春日町の一部が柳町及び浜町に編入された。また、春日町の全域で住居表示が実施された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は、 以下の通りである、森有りのり国道鹿児島市電上町線、ありがとうございます。